グッドスマイルロジスティクスソリューションズは親会社がグッドスマイルカンパニーっていう会社があって、親会社のグッドスマイルカンパニーはアニメのキャラクターのフィギュアを作っているメーカーで、メーカー通販っていうのを自社でやりたいっていうのがあって、でそこで自社の一事業部の中でその通販事業を始めたんですが、でその事業自体が、まあ、ある程度こう国内外に販売をするっていう動きがあって、でソリューションとしてある程度こう強化されていき、あれこれ外でも売れるんじゃないか、このサービス自体がっていうのがあって、2012年の8月にグッドスマイルソリューションズっていう別の会社を作ってできたのがきっかけです。もともとオープンソースを利用して通販サイトを動かしていたんですけれども、アニメのコンテンツを取り扱いしているとやっぱり急に人が流れてきて大量のトラフィックを処理しないといけないということが多かったんですけれども、でその際に、まあ、オープンソースのものだとスペックが足りなくて処理ができないということが多々あったんですが、それの問題を解決するためにもハイブリスの導入っていうのは一役買っていて、スペック自体がすごい高いので大量のトラフィックが来た時にも処理ができるっていうようなところがまず1点ありました。でもう一点が商品管理の部分で一元管理ができるっていうところがあって、円滑に業務が処理できるようになったっていうのがあります。弊社のサービス自体が、まあ、海外で販売することを重きを置いているの でその際に重要になってくるのが現地での通貨での対応、現地での言語の対応で、現地での物流対応っていうのが必要になってきます。でその上でこうハイブリスっていうサービス自体はその全ての3つにおいてデフォルトで対応ができるようなサービスになっているので、それも採用した、まあ、理由の一つになります。実際にその高トラフィックに対する対応ができることで、でこれまでこうサーバーが止まってしまったことによって買えなかったお客さんたちっていうのが、まあ、たくさんいらっしゃったんですけれど、そういった部分がまあ起きないっていうことは単純にもう機械損失が我々としても減りますし、お客さんとしてもスムーズに物が買えるようになるっていう部分が実際に我々としてもまあ売り上げが増えるっていうところでもつながりますし、お客さんも安心して物が買えるっていうところにつながっていたりもします。もう一点がその現地での対応、その現地での言語、現地での通貨、現地での決済、現地での物流というのを今回まあ台湾という国の中で全て現地の法人を作って対応するということに関してハイブリスを使ってできる部分がかなり大きくあったの でそれを行うことによってお客さん側の方から使いやすくなったねであったり買いやすくなったねというような話を直接いただけることができたので、そういった意味で言うととても効果があったのかなというふうに思っています。今後はこのたまったノウハウっていうのを他のお客様の方にも提供していきたいなというふうに思っています。